こんにちは、こんばんは、川口です。こんばんは、川口です。夜分遅くに失礼いたします。本日はですね、ソシャゲをします。ベリハのレイ倒せない。ベリハのレイ倒さなきゃダメよ。一番強いんだから、レイが。集めよう。あれ、キリターヌは？キリターヌ伯爵が読んでくれない。こんばんは。こんばんは。夜分遅くに失礼いたします。本日はですね、俺昨日無料10年やり過ごしたんですけど 俺昨日サッカーに夢中で無料10年やり過ごしたんですけど、スラタンなのでは？まだ順出てないのに？まあいいや。そういう日もある。ソシャゲなんかね、毎日やらなくていいんですよ。俺はその境地に達してるんで。てか、明日からもうクラバトだっけ？いつから？ 25 から、今日じゃん。今日からクラバトじゃない？もしかしてだけど。あ、もしかしてだけど。あ、もしかしてだけど。今日からクラバト始まるんじゃないの。都心やすぎ。ドド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 
25で星6になるよ。ピアメオピア集めよう。どうなんだろう、魔法、まあ、魔法強えわ。ユイも強えな。みんな強えんだよな、星6な。最初きついよな、星6な。クラバトいつから書いてない。クラバトいつから始まる。あ、書いてあった。あ、26日からの朝5時だって。じゃあ明日か。丸々1日だ。丸々24時間だ。なんか最近さ、最近ってか昨日、まあ、最近さ、生活リズムがぐちゃぐちゃでさ、レードで倒せねえんだわ。レイ強いからね。生活リズムがぐちゃぐちゃでさ、俺どうやってレイ倒したか覚えてねえな。まあ、レベル不足か。倒せねえっつったら、でなんか変な時間に寝て、変な時今日さちょっとやることがあって、やってで、それで昼の3時ぐらいまで起きてて、昨日の夜から。でちょっと寝ようと思って、でちょっと寝れば夜また眠くなって昼夜逆転直せるなと思って、でちょっと寝ようって思ってちょっと寝たの。やってるとは思うんだけど、ウェーブさん行く前に DP 温存とかもして、いかれく、ちょっと寝たらすっごい寝たちょっと寝るつもりで寝たらすっごい寝た。いやで、昨日はサッカー見てたから無料10連も逃すし、デイリーも逃すし。え、目覚ましはしてないよ。全部温存していってるよ。あ、してるわ。目覚まししてるしてる。あ、今日俺目覚まししてなくね。それ起きらんねえわ。そりゃ起きらんねえわ今日目覚まししなかった、忘れてた。ですんで、まあ今日はとりあえず昨日のスタミナ使い損ねを、さっきのエイペックスギリギリまでやっててさ、サッカー見に行く。で、サッカー見てたら、もう終わってたよね。朝5時過ぎてたよね。バイエルン・ミュンヘンが勝ちました。僕の推しチームであるパリ・サンジェルマンは、勝てず、バイエルン・ミュンヘンが勝ってしまいました。強かったです。ログインもしてないの？ログインは一応したはずだよ。多分。わかんないけど。してないかもしれん。昼ぐらいにちょっとやったかな、昨日は。昨日は昼ぐらいに。でね、デレステが怪しい。さっき、デレステやったんだけど、一日逃してるかな。怪しい。困ってます、私。毎日ログインしなきゃいけない風潮、やめていただけませんか。だからくじ逃したのか。いや、わからん。逃したかもしれないし、逃してないかもしれない。どうもこんばんは。
無料10連一発逃すので超痛くない？最悪なんですけど。あ、風雲寺ソシャゲ丸改め寝すぎ丸だ寝すぎ丸ね。寝すぎ丸ではないんで、別に寝すぎてはない。寝る時間が悪いだけ。チャンス地形 C2 枚取り損ねてもどうせ安定の6等だからな。でも多分ジュエル100、200ぐらい違うんじゃない？ 1、2 枚取り逃したら俺1位当てるし、しかもごめんねみんな、俺1位当てちゃうから。昨日は昼夜逆転直そうと思ってすんごい頑張って起きてたんだけど、眠くなっちゃったから諦めて寝たのその結果俺は変な時間に取り逃がしたやつが1位だったよ。起きました。オート切って日和だけ UB 連打で早いわ。あれの攻略法な、レイ、レイの攻略法ね。いやそんな感じですね。だから本当にもうど深夜深夜の新深夜、あと YouTube 配信したかったんだけどね。フォールガイズとかやりたいなと思ってたんだよ久しぶりに。俺まだ1回しかフォールガイズやってないからさ、もうちょっとフォールガイズやりたかったなって思ってて。もう入り終わった？フォールガイズのフォールガイズの入りもしかしてもう終わった？なんかさ、ネギがさ、さっき俺冷麺食べたんだけど、あの 生のネギをさ切り刻むわけじゃん。そしたらなんか過ぎたネギがさ辛くて、もう時間経ちすぎちゃったんだろうね。すげえネギ辛いわ。ずっと置いてあった、1週間ぐらい置いてあったネギを食ったからネギが辛い。まあいいんですけど、そういうネギもまた一興ということで、皆さんもねぜひ食べてみてください。冷麺美味しいです。肉をさ冷凍して保存しておくとさ、解凍するのに時間かかるのが嫌なんだよね。仮にも SNS にあげるのにネギの散らばり量すごかったそんな散らばってたネギ？俺のネギそんな散らばってないでしょ。あ、すんげえ散らばってるわもうバーってやってるからね。バーッ、なんか韓国のそばみたいな色の冷麺食ってみたい。何それ、そんなのがあんの？どういうこと？韓国のそばみたいな色の冷麺って何？盛岡冷麺じゃなくて普通の冷麺ってこと？なんかこんにゃくみたいな色してる冷麺ってこと？俺こんにゃくみたいな色してる冷麺別に嫌いじゃないけど、やっぱ盛岡冷麺がうますぎて盛岡冷麺の右に出るものいねえんだろうなって思ってるわ常日頃から。盛岡じゃない方。え、逆に食ったことないの？普通にラーメン屋とか行くと食えない？食えない？普通に焼肉屋とかの冷麺ってほとんどそれじゃない？俺盛岡冷麺を出してるお店の方が少ないと思うわ。焼肉屋とかで冷麺として牛角かなんかがね、あ、牛角じゃねえや、牛鉄かなんかがね盛岡冷麺があって、俺それがすっげえ好きで。牛鉄ってあんのかな今も。すんげえ昔に牛鉄っていう焼肉屋であの盛岡冷麺があって、俺それで盛岡冷麺すげえ好きになって、で最近ねまたねそういうブームが、ブームがねその盛り返してきまして、私の中でですんで回復していきます。ハードもうスタミナいっぱい使ってハードをね回りまくる。これ超便利、1枚も出てない。大江戸ニノンと強化タソガ出ろよ、これ超便利じゃない？このシステム。マジこれ超便利。俺が今、なんでそんな出ないかな？あんちゃん。便利すぎる。これプロセット2、3、4が、2、3、4、5が回りたいハードを最高まとめてるから、これマジ便利。うわ、すげえジュエル割ってない俺今日。
で1は適当にね、もうでも今は使わないかな。さてじゃあもう大体カヤピーとか集めとくべきかな。カヤピーもそろそろ専用装備来るんだっけ。あ、来たんだっけ、あれ覚えてねえ。誰みんな集めてるハード。俺リマってどうして、まだじゃない、まだだっけ。俺リマって今どこにいる。リマ星5にすらしてねえや。あ、星5にはしてんのか。専用つけて、あー、いけんじゃんリマ。リマやっとくか。いやでもオーブ、あれ今オーブってやってんだっけ、キャンペーン。あ、やってるわ、やべ、調査キャンペーンやってたのか。うわ、昨日もったいねえことしたな。それぞれの第3ステージ中心に回ってる。第3ステージ、わ、昨日石割りもしてね、クソもったいねえ、バカじゃん。ほら全然ないんで、プリンセスハートが。専用装備がいっぱい来たら大当たになっちゃう。え、今日で終わりじゃん。しかも2倍、3倍、これ何倍でやってんの。3倍だ。オスオス、今日全部やろう。よしよしよ、よりによってハードと成績逃すとかね。本当に最悪。一番必要ノーマルはまださ、いくらでもね手に入るんだけど、成績桜ヶ丘が、うわぁ全然増えねえ。もう全部割ろうかな。金はいくらでもある。ここから先はオーブ何個あんだろう今。オーブ524個、5キャラ、5キャラ分ありゃな。まあいいや、集めとく。あ、でも今リマをやろうとしてたもん。1個も出ないってことある。うん、そん、十分すぎじゃないか。十分すぎ、1キャラも出ない、1枚も出ないことある。うん、いや成績桜ヶ丘マジで集めときたいな。やっぱりアイドルマスターシャイニーカラーズでの聖地であり、耳を澄ませばの聖地である成績桜ヶ丘は割っとこう。いけ、10個出ろ、100個1000個。何個出た、9個か。ムームームーム、200個ぐらい欲しいよね、せめて。まあいっか、しゃあない、日頃の自分の怠慢を恨もう。忘れてた、これが3倍やってること。この先は神聖な場所みたい。じゃあプリコの終わりかい。あっという間に終わるね。プリンセスコネクトリダイブ、クラバト、今何人だっけ。クラメン、クラメン募集中です。クラメン募集中です。はや、クラメン募集中。あと一人、あと一人、はい、あと一人。あ、それで1000いくからさ、10連は10連もする。1000い切るからさ、あと一人来てくんね、誰か。今のクラン抜けて俺の配信を見ていて、パージエロ、他のクランに入っている民よ。あ、マッツーがやばい、封印されてる。最近加入してくれた人は放送を見てるの。見てる見てる、多分ふざけたこと言ってたから多分見てる人でしょ。ほらふざけたこと言ってっからふざけたこと言ってっから見てるよ。よし、じゃあ無料10連でそろそろ、昨日ねえ、これはことなき、昨日の分もストックしてくれませんか。お願いですから、お願いですから、昨日の分もストックしていただけないでしょうか。無理ですか、もう昨日の分10連引くか。いきます、ジュン、それからユニパイセン、ユニちゃんのが欲しいな。いきます、じゃん。実質ラスト3倍期間なのにログインしないとは思わないじゃん、キムラ。まあね、にし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 もうダメだ、終わった。え、実質ラスト、なんでフェスしないでしょ。自分もうダメだ、うわ昨日の分もったいね、昨日の分もったいね、マジで忘れてた完全に。
無料。昨日だったら虹7枚出たのに。いや本当にな、100枚出たよ昨日だったら。確率貫通してバグで。素敵な素敵な素敵な、おめでとう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 こだま。ブルルパインなってた多分。あー残念。まあ今日の5時がラストだな。工場だから26は次のなんか復刻限定に回した方がいいんでない。あー誰が復刻で来るかによるよね。そこ次第かなやっぱり。でもあんなになかったジュエルがもう5万ジュエルも溜まってる。なんてプリコネはいい運営なんだ。俺みたいな無課金者にもこんなに、俺みたいな無課金者にもこんなに優しい。誰かが課金してくれるおかげで俺のような無課金者が楽しめるんだ。ありがとう。ブルーレイは買ったけど。じゃあシャニマス、だいぶ課金したでしょあなた。円盤まで買った無課金者。嘘、そんなことないよ。昨日もさ、シャニマスもやり逃しちゃったからさ、もったいね。のの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 、かわいい。無課金者とは俺のことだ。かわいい。課金しろ今すぐに。課金しないと勝てねんだ。あーこれも一日逃した。あこれは逃してないか。いやこれも逃してるわ。マノちゃんこの間一回無料チケットくれたからな。パリ川口の後から始めた無課金で川口より強くてごめん。パリにゃーん、ガシャ10連。川口の後から無課金して川口より強くてごめんね。そんなことはねえよ、俺の方が強い。パリさせてくれ。ドゥン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 。なんかめっちゃシャニマスだけえぐいぐらい重いんだけど、なんなのこれ。シャニマスを楽しめない。ちょっと待って、クロームでシャニマスやってみろ。待ってて、クロームでシャニマスをやったら何が起きるか、ちゃんと軽くなるのか。やってみた、クロームでシャニマスをやったら軽くなるのか。爆発する。やってペペペペン。あクローム起動するとさ、チャンネル登録してる YouTuber のなんかさ、動画の通知がくだらないトリビア、アホほど来るんだけど、これムカつくんだけど俺。通知オンにしてないのに、なんでそんなにいっぱい来んの。ちょっと切れてる上。あ軽いかも。軽くない？プロデューサー。あ、ファイヤーフォックスだ。クソ軽いわ。天下も頑張れ。ファイヤーフォックスマジダメだな。どうしようもないねあいつね。でもクロームに移行するのさ。あんなゴミ捨ておけ。キツネが悪いよキツネが。あ、そう庄司さん報告ありがとう。ベジタイの通知切れば。ツブの通知って切れんの？かわいい。なな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 。かわいいな、なあちゃんかわいいな。やっぱなあちゃんがいいな。うわ850日目の記念プレゼントもらっちゃった、ラッキー。すごい、俺シャニマさん850日もやってんだけど、すごくない？シャニマス850日やってんの、なかなかいないでしょ。シャニマスやってる人の中でもアイドルマスターシャイニーカラーズ850日休職期間は除け。続けてる人間、ログインしてない時もカウントしてくれるのありがたいわね。あ、クラメン募集ありがとう、ひぎつねさん。デビー太郎のシール付きチョコ買ってきた。課金して金ね。これ欲しい、これ欲しくない？4000円くんない誰か俺に。一旦4000円くれれば、倍にして返すよ。失敗する可能性もあるけどね。まあ、そこはやっぱり、あれしだ、あ、違う、俺まだやってねえじゃん。じゃあ、クロームに完全移行する？どうやって移行すれできんの？クローム4000円あったら他に何ができるか考えるんだ。4000円あったらね、
4000あげるからプリコネの BD 新品買って。お、いいね。マジック・ザ・ギャザリングのパックが10パックぐらい買える。あ、そう、知ってる？みんなマジック・ザ・ギャザリングってさ、普通のパックがなんか350円ぐらい、まあ、400円から400円しないぐらいなんだけど、なんか普通のパックともう一個別で全部キラパックみたいなのがあんので、それ1パック1500、2000円ぐらい、2300円ぐらいすんの。あれね、たまらん。昔はうまくできたのにな。あれたまらん。男の子の夢が詰まってる。みんながプロデュクソ高い。いや、15枚とかかな。15枚入りとかで1枚2000円ちょいとかする。プロデューサーさん、面白いぐらい高い。ギャンブル性高くない？めっちゃ高い。なんかね、しかもいいのが当たったらもうすんごい高いカードっていっぱいあるのよ、マジック・ザ・ギャザリングって。ただほとんど良くないんだけど、それがね楽しくて、最近ねちまちま買ってた。友達と遊ぶために1パックとか買ってたらお金なくなっちゃった。やっぱにだから、それが2パック買える。あ、俺コラボフェイスやってね、あぶねえ。それが2パック買える。ガチャじゃねえか。2パック買える。それがあったらだいたい2パック買えないけど、2パック。やべ、ダンスしかいない、怒られる。まあ適当でいいや。え、このパーティー何？俺の、ん、このパーティーあった俺。コレクターブースターはやばい。ここビジュアルステージじゃないの。うん、まじ、なんか適当に来ちゃった。コラボフェスタめちゃくちゃ適当だな。俺もよくわかんない、コラボフェスタ正直。やった、理解に苦しんでいる。ん、このパーティー、スナイパーライフル入れてる時点で投げて。なに、これってなんかあんの？人に迷惑かかんの？コラボフェスは別のユニットページがある。あ、そうなんだ。これって人に迷惑かかんの？かかんないべ。センター行くか、じゃあ。あ、これか。関係ねえや。まあ気にせんでいい。いいよね。コラボフェス、いまだによくわかんない。適当に、SSR 確定チケットが毎回もらえるなぐらいしか。え、かかんの？行きますよ。他人ので出てくるよ。あ、他人ので出てくるんだ。かかんの？これ。ケチじゃない？かかるなんて。デケ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 ドゥーン。デケステンデレン。ポン。これぐらいなら。やったー！ここからは天下に任せて。どん、プンタンパクトゥントペデンテペティンスタパドンテケテンテペテンテンスルー。好奇心がよくわかんないんだよね。これで迷惑がかかるだとかかからないだとか理解できない、理解できない。アイストーン、マナー違反したら叩かれるぞ。おーそー、あー、もうちょっと報酬で石もらえるよ。もうちょっと、もうちょっとじゃん。ほら早くみんな、あと18回なんか一瞬で終わるでしょ。俺一人でもいけるわ、そんな。これ天下ちゃん4とつんのよ、どんぐらい。え、めっちゃやんなきゃいけないじゃん。283万、28万3000円。天下ちゃん4とつるんやん、結構やんなきゃいけないんだ。28万3000円だって。今何ポイントなの俺。報酬にしてもらえるの、マジで？すごくない？行きますよ。今まで3万言ってるんだから楽勝でしょ。ね、今まで3万言ってた。うわ、どこにもコラボができない俺。おい、みんなもっと協調性を持てよ。どうだ？全然チェインが起きないじゃん。ここからが本番ですよ。チェインのプロ、ちょっと臭い。
おい、ちょっと臭いこと自覚してるやつは多分めっちゃ臭いぞ。旗から嗅いだらめちゃめちゃ臭いでしょ絶対。自分であれなんか俺ちょっと臭くないって思ってるやつは多分自分で気づくほど臭いってことだからね。やばいよ。つまり超臭い。もう死ぬ。俺たまにかなり臭い時あるよ。脇の下とか。俺ね、あーやっぱちょっと臭いがめちゃめちゃ。俺はめっちゃ臭いよ。めっちゃ臭い。やっぱねお風呂入んないから基本的には。やっぱ基本的に俺お風呂入んないじゃん。だからめっちゃ臭いよ。もう脇の下とかなんかジャングル、ジャングル。汚い。ターザン。行きますよ。ターザンと同じ匂いするもん脇の下が。ガス掃除をしようとしたらどのくらい？ああ2800くらいかな。これなら。ターザンと同じ匂いしてる。すっごくいい感じ。ここからが本番ですよ。テゲステンテデン。あん。ポンポンポン。ドゥン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 。ちょ、みんな攻撃力高くない？俺が弱い。やばい、チェインできない。チンゴズルドバレダンカタプルドバロッケンダッペンダッケストゥルー。自分で気づける匂いってことは多分他人から嗅いだら絶望的な匂いだと思うんだよね。本当に臭いと思う。自分で気づいてんだもん。だってちょっと嗅いでほしい俺の匂いを。どれだけ臭いか、それを後世まで語り継いでほしい。できることならば。どうだ。あ、敵がどんどん強くなってる。やっぱレベルが上がってるからかな。やったー。ここからが本領発揮です。う、ビジュアル。これ基本的にこのさ、ボビーとかさ、その二属性攻撃できるやつが架け橋になるのが重要っぽいな。やったー。ピンチでこそ基本的にはそういう戦い方が多分大切なんだろうな。これでどうでしょう。あら、あら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 、自力なら天と手に水道症。結局興味アップらしい。興味アップ。なんか死んでる誰か。かわいそうに。死ぬなんてことがあるんだ。この戦いにおいてついてこれないやつなんているんだ。見ろ俺のこのチェインとサポートの力。アシストしたやつがいいんだよな、やっぱな。シュートより。お、え、まだいけてないの？え、なんでこれ絶対いけてるでしょ。俺もう3回ぐらいやったのになんで変わってないの。ねえ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 、あ、違うのか。あ、これ全部終わって一周なのか。あ、なんだ。昨日電車のドア付近でパンプス脱いでる OL いたけど誰も近く寄りら、イカ略。あ、そういうことか。周回やぞ。なるほど。これフェスやったタイミング近い人が出てくるのか。嘘。どういうこと。984周目か今。そっかそっか。俺は今、そっか、1回じゃないのか。これ全員終わって1周か。タイミングではないと思う。ダンダンパダンダン、投げてよ、バイオリズム張って待って。え、じゃあ俺のこの適当な編成ももしかしてどっかに出てきてる可能性があるってこと。めっちゃ足引っ張ってないだとしたら。いきますよ。あ、そういうこと。人の足引っ張る可能性があるって。このクソ適当な編成が出てきてる。あ、出ていってんだ。あーあーあーあああ、申し訳ねえことしたな、それは。完全に申し訳ねえことしたわ。前に名前あったのはたまたまか。うわ、架け橋になりてえな。人のところに行ったり。下手したらさらされたり。え、パッシブ人のとこ行ってんの。じゃあなんかその興味アップとか。本当だ、第927のパッシブが来てるけど、もしなんかだからあのなんだっけ、面倒目アップとか言ったらもうブチ切れよ。そういうことだよね。なんだっけあれ、回復とか入れてるわ、すまんな。名前忘れちった。なんだっけ、何十パーアップ、俺がよく使うやつ、俺が好きな
あのカホちゃんのやつ、スノーガールズ違うわ、スノーガールズもそうだっけ、なんだっけ、あとなんかめっちゃダメージ上がるやつ、俺がいつも使うダンスのやつなんだっけ、あれ忘れちった。あれはライブスキル。え、あれと違うの？そうだったんだ。パッシブ。きた。イスカのパーアイマスなんだよな。パッシブだから左に出てくるやつ。これじゃない、これか。で、俺のこの適当なパッシブが言ってる可能性があるってことでしょ。じゃあこれのためにちゃんとした演説作んなきゃいけないの？やだ。めんどくさい。なんでこんな知らねえやつ、知らねえオタクたちのために作んなきゃいけねえんだよ、編成を。別にやらんでもいい、まだ。やだ、知らねえオタクのために俺は自分の貴重な時間を使いたくない。アマナー天下ー、地域はないんだっけ、こういう衣装。来年か。ちゆきも欲しいな、浴衣。グレニの人にそんな期待しないから画面ちょい小さい。うん、ちっちゃい。なんか普段のあのあれとは違う画角が、今あのあれでやってるから、クロームでやってるから普段と画角が違います。残念ながら許してください。あ、眠くなってきたぞ。今寝れば明日注意逆って直せんじゃね？どうしようかな。今眠いとき頑張って寝るってのはどう？今眠れる気がする。眠れる森の美女。いやでも配信終わったら眠れねえんだろうな。どうせ。どうせ配信切ってよし寝るかって、ね、あの、携帯をいじりながら、布団で携帯をいじりながらぼーっとしてたら、朝の8時とかになってんだろうな。いやあの、じゃあデレミでやるか。よっこら、しょ。配信しながら寝ればいいよ。配信しながら寝ようかな。いい？どうする俺が。あ、だって来ちゃうよ。あいみと空が。あいみと空と。まともな生活は君には無理だよ、もう。ミックと。俺が寝るとみんなあの来るんだよ。もうまた寝ちゃってっつって。それはねできないんだよ。ごめんな。あいみと空とミックと。あとは。誰かな、いろんな人が来ちゃうからさ、ごめんね。あと山下ななみちゃんじゃあやります。デレミリ、デレミリどうなんだろうな。何枚今みんなあれマックス何枚。マチコは、マチコ寝たら枕元に来るとか恨まれてるんだ。いや違う違う、俺の寝顔を見にみんなこそって来るんだよね。8かな。8頼む。あ、俺が納税、なんでいろんな人来るのに風呂はいらねえんだ。16 16ほんと音でかくない。そんな川口くんが好きですって言ってくれてんだよね。風呂入らなくてもいいよ、私が一緒にお風呂に入って背中を流してあげるよ。カウントダウン、フリケイリツアーあと9日。リアムちゃん、ナターリアちゃん、伊集院めぐみちゃん、イブサンタクロスちゃん。あ、柳瀬みゆきちゃんじゃん。テレの今日の更新ってシルエットでたるっけ。え、今日更新すん、え、今日まだあれでしょ、復刻だよ復刻。今日は復刻。あ、これセリフぶっ飛ばしててくさスターシャインスカウトの必要以上のスターシャインを、ん、あー、これはつまり300個。ないくせに振り返る気もないのか。300個だって見てわかんねえんだから振り返ったって仕方がないでしょうがよ。天井突破して回せるぞ。なるほどね。300個になったら強制…え、それいる？そのシステム、そのシステムいる？何その謎のシステム。デデッドゥンドゥドゥッドゥッデデンスツッ
ャンスジャンチャンジャンジャンドゥグドゥグドゥンブ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 ン空の果て。昨日眠気まなこをこすりながら限定3枚揃えたい時とか。ああ、え、でもあ、そうか、もうちょいあと1枚出たらそういうことか。だから強制天井じゃなくて、あと何十年かして出たらこれ交換しようみたいな、そういう感じか。あー、そうだね、それいいね。だから限定3枚揃えたくて、1枚は出た、でもあと1枚出てない、そんな時先に交換するより、あと1枚出た状態で、2枚目が出た状態で残りの1枚を天井分のルナ社員で回そう、あのもらおうってなれんのか。まあ、私まず天井まで行きたくねえな。私天井で3枚揃えたんですけど、プンプン、そんなこともできないんですか皆さんは。私は限定入場で天井で3枚揃えましたそれって自慢にならねえな天井行ってんだよな、まあ、天井行ってませんけどね。280年270年とかでしたけどね、3枚揃ったのは。290年だっけ、290年で3枚揃った気がする、覚えてね。なんか最後の方、とりあえず最後の方で3枚揃った。誰も知らないアスカマン、みんなドン引きしてるよ。281連だったから281連、ワロタ。まだ見ぬ空の物語、ドゥ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 。281連で全員揃いましたので天井行ってません。でも天井でシマムはもらいました。そこまで行って天井しない理由がなかったので。放置してる時って何してるの？え、なんかあの北斗の拳のバットみたいなポーズでモニター見てる北斗の拳があの歩く時のさ、あの北斗の拳のバットがさ、歩く時の、あの頭にさ、手を、頭の後ろに手をさ、こうやって持ってて、こうやってさ、なんていうの、シンプルに米みたいのか、なんていうの、こういうあるじゃん、こういうの、 なんていうのあのポーズ、あれなんて言ったらいいの、そういうポーズで俺は今モニターを見てる。米も別にないっぱいあるわけじゃねえからな。常にさコメントがうわー見れない追えないぐらいのさ流れてんだったら米見タイムにできるけどさ、別に全部追えてるからなそんな困らない。スタミナ消費も3倍くんねえかな後半戦。アンズパレード開演の時間だよ。みんな放置してるとき何してます？僕は基本的に何もしないんですけど、何もしないをする時間まあやっぱ可愛いなとは思うけど。あれデレステってさ、衣装だけ変えられるんだっけ、能力このままで。そういうのないんだっけデレステは。確かなかったっけ。変えられるよね。それやろう、せっかくだったらね、こんな毎回見るんだったら。でもこれことかちゃんさ、 SR のさ、 SR ってかこの普通の状態の髪型めっちゃ可愛くない？超好みなんだけど、ちゆきみてえなまとめ方、なんて言うんだろう、 SS レア1とかみたいの表記で分かりづらかった。あれマジ分かりづらいよね、画像にしてほしい。あのプチキャラにしてほしい、プチキャラ。あそこ、このことかちゃんね可愛いんですよ。 SSR のツインテールのことかちゃんも可愛いんだけど、こっちの方がやっぱお嬢様チックというか、 SSR のツインテ好き、こっちの方がお嬢様チックに見えるというか、 気品があるというか、なんていうの、上品。別にツインテールが下品ってわけじゃないんだけど、お嬢様らしい。でツインテールでなんかさ、そろそろさデレスで髪型そのままでさ服だけ変えるみたいなのもできないかな。あ、みんなこのデレステ5周年に何を望む？
もう大体でも望むことできてるような歌い分けも最近もうあるし、何望むデレステに、これ以上望むもんないよね。5周年がすごいな。服そのままで髪型変更は見た。見たってどういうこと？どうや5周年で何、もうだって大体さ俺たちが望むことってもう起きてるじゃん。まあなんか飽きない俺が飽きない、まあ、今ちょっとデレステに飽きたりしてるから。ツイッターで誰かがやってほしいって言ってた。ああそういうことね。今何回クリアしてんの？17回、あと13回クリア。天井を低くする。あー天井半額にしてほしいよね、せめて。飽きないようにってのはきつそうだな。まあね、だからなんか新しい要素の追加、でも新しい要素の追加はまた難しいよね。何していいかって言ったら全然わかんないもんね。知らないうちにスキル増えまくってもう意味わかる。なんかどうにか新しいあれかな、じゃあコミュの 3D 化とか。でもそれぐらいしかもうないよね、デレステって。もうほんとできすぎて、正直ゲームとして完成しすぎてる気がする。まあ MV はさ常に進化してるけど。してもあなたにないでしょ。まあ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 、まあでも本当にデレステっていうゲームが完成、まあコミュがちょっと、コミュが紙芝居だから、なんかせっかくクオリティの高い 3D モデルがあるんだからもったいないなっていうの思うよね。まあキャラが多いからこそ実装しづらいっていうのもあるんだろうしな、そういうのって。で正直5周年企画がその、そういやミリアニメ化ってなんか動きあるの？まだないんじゃない？全員 SSR 化が正直もう5周年企画みたいなもんな気がするけどね。やっぱここ MV だけじゃなくて普通にやるときも簡単に折り面編成できるよう一回やく。あコラボイヤーってもう終わりなの？今年でしょ一応コラボイヤーって。まだ終わんないんじゃない？いや DJ コーとコラボしてるしね。もうこれミラーかけてない。え、そう？絶対かけてない。そっちがかけてんじゃないの？やめて、俺に押し付けんの。濡れ衣を。俺はずっとこれでやってきてんの。俺に濡れ衣をかけるのはやめて。もう20回以上この曲をこれでやってきてるの私は。振り付けとフリック逆に見えたぞ。そうだよ、そういうのないから、あえてだ、あえて。一応見てみるか。音の感じが合ってる気もするけど。いや合ってるよね完全に。どこディマー泣くね、ミラーなんて。おっ、ほらーほらー、よかった、オンじゃなくて。オンだったら俺何も言えなかった。オフだったらもうちょいやりづらいでしょ多分。あ、オンだったら本当にごめんなさい。んに、舐めないで。おふたこ、おふたこ。でん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 。俺なんか彼氏募集中の美人 OL からフォローされちゃった今日。
どうしよう、俺のことが好きなのかもしんねえ。フォロワー8フォロー600ぐらいあったけど。マジかよ、やったな。うん、フォロワー8フォロー600ぐらいあったけど。俺のこと好きなんですかって聞いて、聞こうかな。もしかして僕の配信見てくれてますか。でもそういう人いるんだろうな、ああいうアカウントがはびこるってことは。本当にそう思う人が少なからずいるんだろうね。詐欺とかが横行し続けるのと一緒で、こんだけ言われてんのにオレオレ詐欺に引っかかる人とか。もうちょっとおっさんだったら君も釣られてるよ。なんのかな。俺基本的にインターネット上のことは全部信用しないって決めてるからさ。えらい。だから女の子なんてなおさら、だってインターネット上に女の子っていないじゃん。やっぱ一人いいね全然ついてなくて笑った。女の子ってインターネット上にいないの知ってる？みんな全員ネカマなの。だから信じてないから。そういうもんだからインターネットっていうのは。それはそれとして、アングラな世界に女の子が入ってこないから。オタクの女の子は全員深い音痴やしな。そうなんだよね、インターネット。そういう釣り垢にお金あげるって DM したらすぐに返信来るよ。なんだろう、オフパコみたいなのを狙って、その詐欺みたいな。え、釣り垢じゃないでしょ。でもこれは本当でしょ、俺のことが好きなんでしょ。じゃなきゃフォローしねえでしょ。俺のことが好きだからフォローしてきたんでしょ。美人の独身女性でネット廃人だらけの印象あった。いやそうだよね、美人の独身女性で今彼氏を探しているのです。街角に貼られてる100年前のボディコンみたいな女性の写真のやつ。あ、イカ略。自分で美人のって言う？自分で美人のって言う？すげえ自信だな。517フォロー中。俺いいよ。俺面白いし。だって。なんなら俺めっちゃ面白いし、自分で超面白い言ってる配信者に嫌いやし。一緒か。なるほどね、納得した。じゃあ美人も多分、じゃあ美人も美人なんだろう。やっぱさ、自信があるやつってかっこいいじゃん。俺面白いと思うし、自分のこと、自分の配信見て面白いと思うし、めっちゃ面白くない？俺の配信。今の流れに持って行ったのは面白かったよ。でしょ？持って行ったのか知らないけど、正直配信者なんて本当にさ、この生放送してる人ってやっぱそのコメントありきじゃん。まあありきじゃないけど、コメントがないとただの実況動画とほぼ一緒じゃん。まあいいんだけど、それも面白リスナーによって形成されてる。それは全然いいと思うんだけど、まあ生放送しないとコメントもつかないから、宝くじ買わないと当たんない理論なんだけど、俺コメントなかったらまあやるけど、なんだろうね、難しいよね。俺すげえと思う、だからコメントなくてもできる人たちは。ガチ一人喋りだと面白い自信ない。いや、あるよ、めちゃめちゃ面白い自信あるよ。俺のゲーム実況は面白いよ。
でも基本的に俺承認欲求の塊だからさ、あのやっぱり反応がすぐ欲しいわけ。面白いこと言った時に、面白いこと言って反応がすぐあったらやっぱ嬉しいじゃん。承認欲求の実況とかだとそのラグがさ、しかも上げてもさ、例えば実況動画上げましたで面白いと思いましたで終わっちゃうじゃん。わらわらみたいなないじゃんその場で。料理実況また頼むよ。ああ。その場でわらわらがないからさ、やっぱそのモチベーション、実況動画のモチベーションはすごい難しいと思うわ。だからだ常に人が見てくれてる人だったらゲーム実況全然モチベ続くと思うけど、俺みたいな底辺は俺本当にモチベーションが続かないタイプの人間だから、生放送だけ、配信だけが俺の趣味。ダクソのまとめ動画はどこ行ったんや。いや今やりたいんだけど時間なくて、時間なくてさ、あれ多いんだよ。今度さみんなでさ、時間作り下手か。大変だと思う。いや時間作りマジ下手なんだよ俺。ちょっと今度みんなでさ俺のダクソみんな見返さない。俺の過去の配信見返して、面白いとこだけさ、面白いとこだけメモしてさ、ここ面白くねっつってみんなで切り取りをさ作んない。5時間見返そうよ一緒に。で面白かったところをメモして切り抜きを作ろう一緒に。その作業も配信しながらだとできないの末期でしょ。編集作業すら配信するのか。そうだよ。いや俺見てないからさ自分の配信を、その5時間とかになっちゃうと、だからどこが面白くてどこが面白くないかって、面倒を応援して何とやらにやらなければいいけど分かんないんだよ。やっぱ俺が早く人気者になって、その配信見る人はその動画見る必要なくなるけど平気か。いやそうなんだよね、リアルタイムで見てるやつが切り抜き上げないとな。そうなんだよ。それだからやっぱ俺がもっと人気者になって切り抜きにも収益が入るようになって、切り抜きが作られるようになるぐらいの男にならなきゃいけない。俺がその自分の動画を見返して切り抜きを作るとどうしても二度手間になっちゃうから、やっぱ俺が人気者になって切り抜きを作って、その人が勝手にあの違法泥棒切り抜きが乱立するぐらいの男にならなきゃいけないわけ俺は今後。よろしく。だからリスナーの切り抜き RTA が起こるぐらい有名になったやっぱさ、 VTuber もそうだしさ、結構そういう配信者系、まあ、加藤純一さんもそうなんだけど、やっぱ切り抜きがあるといいのよねあれ。まああれはあくまで人気配信者だから目につくっていうのもあるけど、やっぱ基本的にさゲーム配信生放送してる人ってさ長時間配信になりがちだからさ、そういう面白いところがピックアップされてる動画ってめちゃめちゃなんていうの、入り口になるんだよね。あれいいよな。あれいい、お得、あれお得だよな。俺 VTuber の切り抜きとか見るもんだから、かわいいなーって思う。思いながらこのかわいいなー、名前は全然覚えてないけど。まあそういうとこで切り抜きで満足しちゃうっていうのもあるけどね。この子かわいいなーって思うだけを思って、がついてるやつとかあってすごいよね。うん、
あ、そう、 VTuber のあのなんだっけ、月のミトちゃんがシャニマスやってるやつの、なんかもうその絵ついて漫画みたいにしてる人とか、あれすごいよね。愛、愛、愛でしかない。それぐらいしか知らないけど、映画ついてるやつはすごいと思う、マジで。愛がすごい。俺もそれ一個しか知らんけど、わら。あれ面白いよね。なんかニコニコのラン、あのアイマスランキングにずっと1位にいたから見てみたら面白かった。だからね、俺もまず俺が人気者にならない、ならないことには。川口への愛が足りてない。ちょっともっと垂らして愛を。まず俺が人気者にならない限りダメなわけだね。つまり睡眠取っちゃうんだよな、配信より。やっぱいっぱい配信した方がさ、人の目つくしさ、いいんだけどさ、睡眠取っちゃうんだよ。睡眠、眠くてたまらん。川口の適当花歌まとめいいよね、そういうのいいよな。いい体を手に入れろ、そういうの。なんかその待って、忍者ちゃんまとめ意識あるなら無理やり起きて顔洗うとかは。いやもう無理、意識ないもん実際。はっはっ、あ、眠い、あーって寝てるから俺。いやもうね、無理なの、体が抗えない睡魔に。そういうなんかクソどうでもいいまとめ欲しいな。ただ俺が今から過去の配信全部見返すごいよね。だから俺の愛がもう声もうどうしようもないみたいな人を探して、探し出すしかねえな。でもだってさ、切り抜きだって基本的にあれさ、事前授業じゃねえからな、ほとんど有名配信者の切り抜きとかって。やっぱそれで収益得てるから、まあ事前事業ではあるんだろうけど。やっぱそれサプライズってエゴさになるの？ならない。でも俺タコライス買う人がウロボロス高橋でエゴさしてもほぼない。もっとついてん？あ、なんかそう、あのメンバーになったらなんか名前の裏につく、名前の後ろにつく画像みたいなやつでしょ、ファンマークって。違う？いいよな。いいよな、そういうの。あのためにお金払うんかってなるね。俺も思った、それは。なんかそのメンバーになった時の特典みたいのでさ、その何なんかあるの、メンバーになる特典あるんだと思って。でそれがその名前の後ろに、あんまし理由にならん気もする。名前の後ろにそのそのメンバー特典のマークがつくとかだけなんだよねえ、それでいいのって。みんなそれで本当にそれでいいのって感じ。それで500円払うの？それでいいなら川口もできるぞ。まだあるよ、コスパいいんじゃない。ああ、でも1000、なんだっけ、1000人以外の無理でしょ、ああいうのって。チャンネル登録者、だいたい YouTube の機能ってチャンネル登録者1000人以外の無理でしょ。
あんなのも全部そうなのか。うん、多分そうだと思うよ。ヒーローバーサスレイナンジョー。デデ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 。だからね、別にメンバーとかはまあでもほぼあれじゃない、なんかその人の支援のためみたいな感じじゃない、まあ、本当に好きだから、まあ、月500円ぐらいやったらいいかなみたいな、これでなんかうまいもんでも食ってくれやみたいな、そういう感覚なんじゃない多分。あとやっぱ500円払ったら自分が満たされる的な、うん、あそうだ、向こう側の承認欲求にもなるんじゃない、私の名前の後ろにこの人のあれついてるわみたいな。あ、今の女性の口調にしたらやばい、なんで今の承認欲求の例えが女性の口調なんですか、言われちまうタイはないです、特に理由はないです。男の口調でもいいです。過激派に言われちまう。なぜ今の承認欲求の例えが女性の口調だったんですか。おかしいですよね。女性はそういう生き物だと思っているってことですよね。言われちゃったらもうおしまいだからな。怖いよね。世の中。軽率の発言ができない。そんなつもりはなくてもさ、そういう風に捉えてしまう人たちがいる時点でもう負けだからね、こっちは。いじめはいじめられた側がいじめだと判断したらいじめだっていう言葉もありますから、やってる側はいじめだと思っていなくとも、っていうのありますけど、明日ってクラバと始まるっけ。じゃあ26日の5時だから丸々24時間後ぐらい、明日1日はまあ余裕がある。なんかここに来てさ、コロナが減ってきてるよね。どっちにしろつって配信はまた休みか。いや、やりてえよな。だから基本的に俺0時だからさ、0時以降だからプリコネやんのは別にいいんじゃねえかなっていう。 YouTube はやるよ、できる限り毎日やりたいけど、もう2日ぐらい休んでるよね。後でやるわ俺、朝ペ活するわ。やっぱ VTuber に負けねえように朝ペ活するわ俺。眠いけど寝ようかな、眠いから。でも Apex やりたいんだよな。でも YouTube で Apex でも誰も見てくんねん、誰も見てくんねんだよな。朝したら夜できないよね。ソシャゲ終わったら Apex しようかな。エペか朝ペ活したら夜だクソ活が、夜だクソ活な。朝も夜も配信して、いやしたい、でほんと24時間配信したい俺は、マジでマジで24時間配信したい、寝るとき以外。ほんとに楽しいから配信は。なんでそんな寝足りないんだ。わかんない、体がおかしい、自律神経がもう多分
変になっちゃってる。ほんと俺できるもんなら、目の前に1億円あったら、俺ほんとに寝てる時以外は全部配信する。でもそうはイカの金時計だから自律なんとか失調なんとかあるんじゃね。いや自律神経失調症だよね。現代病だよ。本当に配信したい俺は。でやりたいことが多すぎて本当に。生きていくのにもお金かかるからな。だから早く俺はチャンネル登録者100万人になんなきゃいけない。早くチャンネル登録者100万人になんなきゃいけないわけよ。いち早く。で俺は埼玉、一番この世で高いからな、埼玉スーパーアリーナでライブしなきゃいけない埼玉スーパーって東京ドームでライブしなきゃいけない。俺は埋めなきゃいけない東京ドームを。このチャンミオクすごいな。やっぱりチャンミオなのに青なのがいい。あるある。で東京ドームで何かするから。よーし。東京ドームでソシャゲしようぜ。チャンネル登録者減ってる、なんでチャンネル登録者減るの。減るのおかしくない。減らなくていいじゃん。解除しなくていいじゃん。チャンネル登録をわざわざ東京ドームでソシャゲするべ。何がそんな気に食わないんだよ。言ってくれ俺に。ポケモン勢の生き残りだよ。解除する前に言ってくれ。何がそんなに気に食わないんだ本当に。なんで解除した。ポケモンやらないからか俺が。まあだから結局そのゲームで見に来た人ってそういうことになっちゃうからな。嫌なんよな。だからわざと散らしてるっていうのもあるけど。今ハマってるエペで人来たら楽なのにな虫太郎勢の堪忍袋の方が切れたんだよなるほどね。いやエーペックスは正直俺のエーペックスじゃ来ないと思う。やっぱうまいか。エーペックス見んのはうまいか、か有名かだよ正直。虫太郎勢の堪忍袋の糸口上手すぎだろなかなか切れなかったね。やっと切れたんだ。結局ただやってるだけだからわざわざ1プレイヤーを狙ってみないよ。そう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 。俺はただ Apex やりてからやってるだけなんだけど。で俺ゲームやるんだったら配信しようっていう考えの人間だから、別になんか人にが見られてるとか人に見てもらってるとかいうのよりは、ゲームするんだったら一人でやるんだったら別に配信した方がいいかなっていう考えでやってるから配信してんだけど、別にだから Apex で人が来るっていうあれでやってるわけじゃない。そのゲームがたまたまエペナだけよな。そう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 。Apex は普通にゲームとしてハマってるから、今ねやるのが楽しいっていう状況だから。
だそれはポケモンの時だってポケモンはハマってたし、動物の森だって動物の森ハマってたから、その時やるよそれ。だ俺飽きたらやんなくなるから本当に。あくまでな、今エイペックスやってるってだけ。飽きたら今後一生やらないのなんなの。いや本当にね、最強の島ジャングルになってそう。飽きが早いよね。本当になんか別にやりたいと思わなくなる。ファイナルファンタジー7もハマってたのには。本当にやりたいと思わなくなる、なぜか知らないけど。ないそういうの。でもねたまにまたやりたいなってあるじゃん。ある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 、全然ある。別にやったら面白いんだよ全部。なんだってなんだってってわけじゃないけど、スプラトゥーンとか最近また復刻フェスやってたんでしょ土日で。スプラトゥーンとか俺もやっぱ好きだし面白かったからやろうと思えばやるしね。ただ別に優先順位かな、シンプルに。今 Apex が一番やりたいから、他のゲームやるぐらいだったら Apex やるかなみたいな。暇な時間になんかゲームやろうってなった時に、何やるってなった時に Apex が今一番ハマってるから Apex やろうかなってなるだけ。で今日上手い人の Apex の配信、今ハマってるってことなので。そう、上手い人の Apex の配信見てたんだけどさ、パソコン版の、あめちゃめちゃチート多いんだね。もう1マッチに絶対チーターにやられるみたいな。あかんらしいね。1マッチに毎回やられ、上手い人たちがやられるのは絶対チーターみたいな。すげえ多かったわ本当に。なんか10試合ぐらい見てたんだけど、その上手い人たちのやつ。パソコンの方がエイムしやすそうなのにチートを言うか。10試合ぐらい見たけど、ほんと全部の試合チーターにやられてた。 100% チーターってわかるもんなの。うん、なんかもうありえないぐらいチーターがチーターに食われたりしてるからな。熱い、あ当たるのよ。あのダメージの溶け方がえぐい、人間では多分不可能なぐらい。ほんと10試合ぐらい全部見たけど、あ10試合ぐらい見たらほぼチーターにやられてた。やっぱ上手い人だからさ、一般人の戦いでは勝てるわけよ。ゲームの衰退を早める手理解してないのかも。何がしたいのかよくわかんないよね。勝って楽しいのかなって。それであからさまに分かったらダメだよね、むしろ。それで勝って何が楽しいんだろうなって思っちゃう。ダイヤタイとブロンズが組んでたらもう怪しいよね。うん、なんかそうみたい。何が楽しいんだろうっていう。もう30回やった、そろそろ。結構やったよ俺今。まだやってないか、あと何回、あと2回か。勝ち楽しさより負ける悔しさが嫌なのかも。チートの時点で負け、いや本当にな、わかんないよよね。なんかさ、チートするにしてもなんかそのさ、割と何がしたいのかわからん。まあ、チートっていろいろあるじゃない。なんかソロゲームのさ、例えば HP 表示とかさ、まあ、俺も昔こうあのプロアクションリプレイとか使って、あのポケモンの不思議な飴みたいなかじってたけど、なんかその今の時代ってさ違うよね。オフラインゲームじゃないからさ、グラセフのチートみたいなのはまだわかるけど、でグラセフのチートに関しては元からもう入れてくれてる機能じゃん。なんかそのなんか友達内なるのはわかるけど、そんな一生チートしたいって思わん。いかれく友達内とかでさ遊んでんのはわかるけど、俺昔さ、なんだっけ、今思い出した、なんか何だったか忘れたけど、
なんかルビサファがなんか買ったの時かな、小さい時、小学生だった時に、小さくないかな、なんかルビサファって何年前、ルビサファ買ったの俺中古で、そしたらなんか不思議な飴が999個みたいなデータで、なんじゃこりゃーっつって子供心に興奮した覚えがある。こんなことがあっていいのかって思った。それで友達のポケモン100レベルにするっていうので優越感に、エタがチートやってるのって大人なんかな、優越感に浸ってたわ。なんかこの間なんか VTuber がチートをやったっていうので、2002年、18年前、あ、じゃあ生まれてないかまだ。まああの中古だから、中古、子供がちっちゃいチートで撤去するのはあるよね。そう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 、なんかしかもそのオンラインとかでさやってるわけじゃないからさ、その昔のチートってさ、そのプロアクションリプレイとかってさ、本当になんかオンラインっていう概念がなかった時代じゃん。だから本当身内の中でさ生きるだけのアイテムじゃん。身内の中で生きるためだけのアイテムだったんだけど、もうオンラインゲームが主流になっちゃった今、チートってだ絶対にダメだからね。味違うよ。だからね、そう思います。私はその身内で生きれないからオンラインで生きてる人たちなんやろ。いや本当そうなんだろうな、多分、はい、絶対対戦で使っちゃおしめえよ。そうそうそう、フォールガイズにすらいるからな。絶対キモい。チートで何で開けて赤売ってるとかいう話もある。なんかねチートって値段によって違うらしい、あの能力が。やっぱ高いチートはいいものらしい。絶対チート使ってるやつ全員キモい。友達いない。高いチートとかあるの知らんかったわ。マジでそんなんで何が楽しいのかわからん。アペクスだとアンチ引き寄せとか高そう。アンチ引き寄せなんてのもあんだ。じゃあ本当めちゃめちゃいいとこ見つけてずっとそこで配慮するみたいなのもありなんだ。絶対キモいわマジで。チー牛とかのレベルじゃないと思う。オートエイム高速移動食べとうか。そう、ウォールハックとかいろいろあるみたいね。なんかそう、あのこの間一時期一回有名になった VTuber がチート販売したみたいな、チート配信してたみたいなやつの人はなんか中学生とかだったらしいよ、噂によると。なんか赤特定みたいなされてた気がする。やっぱそういう人なんだよね多分チートしてるのって。多分だけど、そんななんかいい年した大人チートしないでしょ。いやもししてるやついたらマジでやばいと思うけど。中学生でエペで浸るぐらいのパソコン持ってたりするんかな。持ってるでしょ最近だったら。割と最近そのまあエイペックスとか流行ってるしね。しかもチートとかに多分お金が使えるってことはそれなりになんか裕福な家庭なんじゃない。裕福、親にお小遣いとか結構もらってんじゃない。だってさ正直俺ゲームの予想以上にお金になるならやる人もおるんちゃうの。ああまあそうだね、それで金稼ぎ してる悪い大人はいるだろうな。でそれはでも使ってるやつは多分みんなクソガキじゃない。まあそれかどっか悪い大人 か売る側は多分悪い大人だね。じゃなきゃ中華の業者とか混じってそう。じゃなきゃ開発できないでしょ。ヘレーン、デデ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 デ、終わり。スタミナちょっと残ってる。
もったいない。本当にね。ツイッターのカウントダウンは見た？え、見てない。いつの？昨日ぐらいまで見てたよ。ああ、これね、トキコ様。昔の MMO のアカ言ったことを今ここに懺悔しよう。借金返すのにつ。RMT じゃねえかよ。RMT すな。チート作ってるの9割中華やろ。なのかな。やばそこは。そうか。あれ、俺もこのデレステのアカウント売ろうかなと思ってんだよね。裕福すぎて判別つかないんかな。の結果なんか甘い家庭の可能性はあるよね。そういうのって、そういうことする人って割とボンボンというか家庭が甘くて、まあパソコンも買ってもらえてお小遣いももらえて、だってほんと例えばさ、まあチートが5000円だとするじゃない。俺5000円例えば中学生の頃の5000円って超大金じゃん。でそれをわざわざゲームのチートに使うかって言ったら、うーんって思うな。まあそのゲーム好きだったら使うのかな。どうなんだろう。 RMT とまた違うもんね。例えばゲーム内通貨をさ、マジコンもそのぐらいしたからな。あー、マジコンな、長続きするもんじゃないからな。うーん、RMT とかも。でもタコさんプロアクションリプレイ使ってたんでしょ。まあね、文化レベルで考え方の違うんだろうね。あ、俺プロアクション、でもプロアクションリプレイってさ、ゲーム1個だけじゃないから、あのゲームボーイアドバンスのゲーム網羅してたから、いろいろ遊べるから、ゲームボーイアドバンスのゲームいろいろ遊んでたよ。覚えてないけどプロアクションリプレイは使ってました。ここに懺悔します。プロアクションリプレイ使って、あのマスターボール増やしてました僕は。でもそんな可愛いじゃん、マスターボール増やしてるプロアクションリプレイはな。別に対戦、しかもなんか俺ポケモンやってたけどさ、友達と対戦ってしなかったんだよね、プロアクションリプレイ使ってる頃。プロアクションリプレイって名前も当時は使った。いや男の子の夢だよね、プロアクションリプレイ。残念するやつは今のうちやぞ。色違いじら作ってもらいました。プロアクションリプレイはマジで男の子の夢だから、あれは許してくれ本当に。逆に俺プロアクションリプレイ使ってんやつをダメだよ、やっぱそこで闇に触れとかないと。そこで初めて闇に触れるの男は、プロアクションリプレイというものの恐ろしさ。そこで俺だ、多分あれだ、プロアクションリプレイ使ったから、あれがどういうものなのか分かってないわ。まあ、チートツールかな、簡単に言うと。なんか行動を打ち、しかもさ、合法なの、まあどうなんだろう、グレーゾーンなんじゃない多分。一応売ってた、いろんなゲームが遊べたから、いろんなゲーム遊んだだけで終わったな。売ってたからまあいいんじゃない、ダメだと思うけど。割とゲームショップには置いてあったよ、ね、置いてあった置いてあった。俺だって買ったもん、カメレオンクラブで。昔のゲームショップって結構怪しいものとか普通に置いてあったからさ、いいよねそういうの。まあでも最近のプロアクションリプレイはなんか PS4 とかでも確か出てたけど、あの完全にそのオンライン対戦とかにも支障が出ちゃうから確か販売中止になった気がする。モンハンのなんかパワーアップみたいな、パワー1万5000みたいなとか、セーブデータ改造があったんだけど確か PS4 版も。でもなんかそのやっぱオンライン、オンラインに関係するから確か販売中止になった気がする。やっぱ男の子は改造好きなんだよな。今でもやっぱでもポケモンとかさいるらしいじゃんね、色違いの。今でも全然色違いのポケモン改造とかいるらしいから、全然多分あるんだろうな。配布とかあるらしいからね、色違い配布改造で、なんかミラクル交換で色違いがめっちゃ来るみたいな。今の子が触れるチートってもうオンライン絡みしかなさそう。いやそうなんだよね、だからまあオフラインだからいいってわけじゃないけどさ、まあ少なからずオフラインだったら身内の中だけで、だからまだなんていうの、表に出、やっぱどうしても今このネット社会になっちゃったから表に出やすくなっちゃった。え、マジで？オールパーフェクトみたいな？
もうネット社会になっちゃったから全部表に出てきちゃうんだよな。欲しい皮置いといて色違い見るのめっちゃワクワクする。裸にしよう。裸にするってこと？ 4K で MV 見れるやつ。え、そういうのもあんの？へえ。なんかもうそれはさ、チートというかハックじゃない？ゲームハックになるんじゃないのかな。なんか俺だって見たもん、前ツイッターであの MV の固定カメラ、ミラーボールラブの固定カメラツイッターで見たよ。え、何これと思って、 MMD かなって思ったんだけど、ちげえの。あ、グレートジャーニー聞きたかったので、いいよ。だからね、やっぱそういう人はいるよね、少なからず。あれすごいよね、ゲームやってるのはアホらしい。で、正直その固定カメラ見たいよね。そんなハックじゃなくてさ、公式で出してほしい、マジで。ちゃんとダンスのフォーメーションとかがさ、しっかりしてるやつとかさ。右下に魔の実装してる人もいた。何それ、コラとかじゃないのそういうのって。だから本当にちゃんとさ、ミラーボールラブとかさ、そういうダンスのフォーメーションがしっかりしてる MV とかは固定カメラも、ダンスが一人遠くてよく見えない。いや、そう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 、そういうの欲しいよね。だからこういう前に進んでくる MV とか特殊だから無理かもしんないけど、あのイエスパーティータイムとかさ、正面から見たいよね。見られちゃまずい部分があるのだろう。なのかな、やっぱりカメラで角度で無理してたりすんのかな。でももし本当にあの前俺が見たそのミラーボールラブのダンスの正面からのやつがハックして本当に無理やり見てる、内部データを見てるんだとすれば、めちゃめちゃクオリティは高かったよ、ダンスの。全くそのなんか波状してるところがなかった。かわいい、かわいい。なんかたまにさ、この MV 見るとさ、本当になんか染み入るよね、体中に。体中に染み入る、可愛すぎて。うわー、トラストミーにはめちゃくちゃになってたけど。あ、トラストミー、あ、トラストミー、あれだってフォーメーションぐちゃぐちゃだもん。トラストミーはちゃんとしたフォーメーションがある MV じゃないから。あれ結構瞬間移動する。そのデルステってさ、瞬間移動する MV とフォーメーションがしっかりしてる MV で差が激しいからさ。だって無重力シャトルとかはめちゃめちゃしっかりフォーメーションしてるし、あとはイエスパーティータイムとかミラーボールラブとか、曲によると思うけど。ミラーボールラブ見よう。ブンブンジャストボールミラーボールラブ、フレデリコタク井上。そういえば大阪円盤案の定売り切れたらしい。いや、そりゃそうだよな、メルカリ高いもん。いやー、え、でもやっぱさ、この曲 MVイカれてるよな。一番力入ってる気がするわ。この見てないけど、どこの固定だったの？え？これもう本当に正面から、もう完全に正面からフレちゃんをセンターにして5人横並びでのカメラだった気がする。覚えてない、俺も1回しか見てないから。何これ、すごって思ったぐらい、ちゃんと見てない。今度なんか MMD かなんかのかなと思ってたぐらいだけど。回転寿司の時もワープしてないの？してない、してない、全然してなかった。しっかり踊ってた。やっぱ一番クオリティ高いな、3公演の中で。3コードのMV の中で一番クオリティ高くない？あれどうなってたっけ、ここの時。覚えてね。そういえば
下手したら取るカラーズより高い。いやマジでな、クオリティ高すぎるよね。ここ最近の MV で、ここ最近の MV の中で一番じゃない？どう？割とデレステってさ、言っちゃ悪いけど MV の差激しいからな。なんかやっぱ力入れるとこには入れてんなっていう感じする。あの力抜いてるわけじゃないけど、力入れてるところに入れてるって感じ、そんな気はするわ。この最後のポーズとかほぼ見れないしね、こんな引きで終わっちゃうから。ロックの演奏してるのもすごかったけど、ミラーボールラブはやっぱイカリア君。まあ個人的には無重力シャトルもめちゃめちゃ好きなんだけど、これいいねしとけばさ、雨のフューチャーパスイン明日が待てる。こういうカメラワークが得意だったり。ああ、なるほどね、やりやすいのかな。よし、じゃああとはみんなに任せた。まあね、本当にだから俺なんか PC 版で Apex、 まあ多分チートが、まあ、またチートの話に戻るんだけど、あの PC 版で Apex すんのちょっと嫌だなと思っちゃうもん。まあでもそのプレデター隊とか行かない限りはあんまいないんだろうけどね。多分プラチナとかダイヤのとこにはいないだろうけど、ほぼ。でもやっぱり、あー忘れてた、ランクで高いところ行かないとほぼいないだろうね。多分ね、多分本当ダイヤとかプラチナ対、あ違う、プレデター対マスター対行かないとないんだろうけど。まあ俺とかのがあんまり心配するあれじゃないだろうけど、なんか怖いよね。パソコン版と PS4 版ってどっちがいいんだろうな。まあなんかちゃんとしたそのフレームレートでできるんだったら、もう最高のフレームレート出せるんだったらやっぱパソコンの方がいいらしいよね。プレステ4の方がお手軽感あるよね。うん、やっぱでもパッドかどうかっていうのは別にそこまで重要じゃないっぽいしな。パッドでプレデター行ってる人もいたし、パソコンで。いや、そのこと考えると、むしろ打ち合いはパッド有利まであるらしい。あ、そうなんだ。まあ、エイムアシストが少なからずあるからな。エイムアシストがあるから、それのおかげなのかな、やっぱり。どれぐらいあんのかわかんないけど、マウスとの。Apex さんも結構パッドもいっぱいいるみたいね。でん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 。マウスは一切アシストないよ。あ、そうなんだ。高 FPS でやるとして、それに対応したパソコンとモニターあるのか。そう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 。結局ね、金持ちじゃないとあのパソコンの版の真の本領を発揮できてないんだよな。発揮できないんだよな多分。でもなんか高 FPS でやってから PS4 に戻ると酔うらしい。俺絶対嘘だと思うんだけど、思い込んでるだけじゃないの？そういやモニターどうなったの？モニターまだパチパチしてるよ。でメールなかった出るから、思い込んでんじゃないの？そんな違うの60と144って2倍だけどさ、人間の目ってそんな分かるもんなのかな。とっても楽しい。
思い込んでるだけじゃないみんな。売るためにそう言ってるんじゃないの。誰かさ、そのゲーミングモニターとかの会社の人がさ、結構そういうのに強い人は余裕みたいな。へえ、そうなんだ。そういう風に言ってさ、色弱だとどう見えるのかはわからん。動画見たことあるけどクッソヌルヌルだった。へえ、そう。売るためにさ、なんか適当なこと言ってさ、でそれに感化されたバカたちがみんな、まんまとそれ買って、いや酔うわって言ってるだけ、思い込みで酔ってるだけじゃない、違う。そうであってほしいんだけど俺。1フレーム止まってんの分かりそう。そうであってほしい。水素水と同じ原理。そう違うのかな、やっぱり。さすがに違うか。集団催眠にかかっててほしい。お願いだから。お願いだから集団催眠にかかっててほしい。そのなんか、一昨日にこの間でミリオンのライブやってたけど見た。え、マジで、なにそれ、言えよ、見てねえよ。いっ、あー、2018年のアニ様。へえ、そんなやってたんだ、全然知らんかった。アイドルマスター公式ピンクスト美人だったぞ。いいな、言ってよ俺に。なんで言ってくれないのみんな。いいな、俺も言おうかな、空に、僕と結婚してください。この曲めっちゃいいな。その前の日には今娘とクリコネのライブもやってた。へえ。この曲めっちゃいいな、久しぶりに聞いた。俺この曲確かイベント全く走ってなかったと思うんだけど。え、なんか言おうとしてた俺。ないよ、忘れたからいいや。今娘ってゲームちゃんと出るんかな。いや最後むず、妻遮ったわ。嘘、なんか言おうとしてた俺、全然覚えてない、全く覚えてないからいいよ、許す。俺が全く覚えてないから許す。水素水と同じ原理から。水素水だから、まああれしてろよってことでしょ。みんな騙されててほしいって話じゃないの。なんか言おうとしてたっけ俺、ほんと酔うのかな。Life for you、 あなたに届けたいメール。バンドリのライブやってた、見たいだし、アイマスのライブもやって、イカ略。え、バンドリライブやったの。なんかちょっとコロナめっちゃ減ってるよね。今日なんかすごい少なかったらしい。久しぶりに東京100人切ったらしいよ。1ヶ月ぶりぐらいに。確か。早く減らしてくれ、コロナマジで。ラブライブはドームツアー全部中止したというのに。笑った。早くさ、やってほしいよね。よし、オッケー。ソシャゲ終わった。長かったぜ。あ、そんなのやってない？ 1 時間しかやってないんだ。あ、ちょ、1時間半やって、1時間40分やってるわ。うんこしてエーペックスしよっかな。さっき眠かったけど、眠くなくなってきたし。アマノちゃんってやったの？アマちゃんやったよ。これ、ニコ生じゃなくて YouTube でやった。ごめんね。基本的に最近ソシャゲ毎回しようかなって思わせぶりなのにいつもしてなくない？そう、してるしてる。基本的に最近シャニマスは YouTube で。歌姫行かないつもりだったけど落ち着いてきたならどうしようかな。そうなんだよね、落ち着いてる、落ち着いたか分かんないけど、もうすごいね、なんだっけな、コロナの、東京コロナ、落ち着いてはないよ。
ほらもう1ヶ月以上ぶりに100人下回ったらしいよ今日。まあなんか日曜だから減ってるっていう、少ないと思っちゃってるのかな。そうそうそう、95人でも少ないと思ってるんだけど、でもこれうん、これがなんか東京のあれらしいんだけど、このコロナのもうここ頂点にちょっとずつ右肩下がりなんだよね。最悪のシナリオは回避したってどっかで見た。ここを頂点にもうずっと減ってんだよ。8月1日を頂点に。今安倍さん不調みたいで心配。あ、なんかねそうみたいね、ツイッターのトレンドになってた。ここを頂点にずっとちょっとずつ減ってんの。ほらね、落ち着いてきてるよね、コロナ。これ都内ね、あくまで。もうちょっと待機するか。うん、まあ俺ももうちょっと待機かなとは思うんだけど。何かもしれんから何とも言えん。うん、まあ8月今すんごい死ぬほど暑いからねって考えると、もう一夜湧きそうだな。どうなんだろうねって考えるとさ、この自粛明けいなすぎだよね、2人とかここいなすぎ、自粛明けすげえわ。まあでもちょっとずつちょっとずつね減ってきてるから、まあ冬とかにどうなるかな。そうなんだよね、それが怖いよね、まだね。まあでもやっぱりそういう即売会みたいな人が多いところはちょっと怖いけどねなんかその即売会でクラフなんてただの操作なんじゃねえかなって思ったり。まあそういう印象だから、こうやって右肩下がりだよっていう気もする。逆に自粛開けただけでここまで増えるんだ。いや絶対ゼロにはならないから、共存でしょ、ゼロにはならないから。で東京の人なんかもうみんなめちゃめちゃ外出てるよ、言っとくけど、もう全員普通に外出てる。俺もまあたまにさ、また落ち着き出したあたりで散歩ありそうな気がするのが、結局落ち着いたらもうみんな外出るじゃん。でそしたらまた増えるよ多分ね。本当にもうもうすごいよ外。もう家族連れとかでマスクしてない子供たちとかもいっぱいいるし、都内はもう、え本当にコロナでなんかみんな、おなんかあれ終わったかなって思っちゃうもん、たまに外出ると。俺はあんま外出ないから分かんないけどなんでね、分かる、皆さんも気をつけてください。まあでも手洗いうがいちゃんとやってればあんま大丈夫なのかなっていうふうにも思っちゃうけど、どうなんだろうね。やっぱなんだかんだその 俺はさ働いてないけどさ、俺の友達とか普通に都内でしっかり働いてさ、そういう繁華街とかにさ仕事しに行ってる人もいる中でさ、やっぱり誰もそういう状況情報況になってないってことを考えると、風邪予防としてマスクはしていいのにな。うん、って考えるとやっぱりなんかね、まあ出てないだけかもしれないけど、もっと根付いてほしかった。でも根付いてるとこは根付いてんじゃないの今。ちゃんとしてるとこは、ちゃんとしてるとこはまだやってんじゃないの、わかんないけど。まあ、接客業とかはどうしようもないだろうけど、リモートでなんとかなるとかリモートしてんじゃないのかな、どうなんだろう、全然わかんない俺属してないから、八代に、八代の会に属してないから俺。八代の集まりに属してないから俺は何もわかんないけどね。まあそんな感じですね。そう、歌姫庭園がね今週末あるらしいんで、クリエイター系はリモートになったとこも多いんじゃないね。歌姫庭園が今週末あるらしいんで、まあ行く方がいらっしゃいましたら気をつけて手洗いうがいしっかりして、なんかね、だって多分さ、あの同時試食売会ってさ、その読んでいいですかみたいなあるじゃん、これちょっと読ませてくださいみたいな、あれ一番上のだからそのサンプルめはちゃめちゃに汚いと思うから。あ、俺2月の歌姫庭園のサンプル確か捨てたもん汚そうだし、2月ですらちょっとコロナビビってたから、俺2月のサンプル用にしてた、あの俺の本捨てたわ、申し訳ねえけど。
汚そうだったからゴミ箱にぶち込んだわ。賢明な判断では。うん。燃やせ。燃やす。だからそう、そういうのあるからね、即売会は。でも正直即売会ってどうなんだろうね。俺なんか、俺基本的にその人と関わり、コミュニケーション取ってないからさ、まあその、見てくれてる人がさ、配信見てくれてる人とか来てくれるのはまあ、あるけど、その、正直、別になんか、俺は、まあ、俺が楽しめてないんだろうな、本気で。即売会を。速攻で帰るエピソードで。俺、速攻で帰るから、俺が即売会楽しめてないとだけだと思うんだけど、別にいらないかなと思っちゃうわ。この前、オタクが3密しすぎて、ぶったたかれてた。へぇー。で、ネットです、なんか、俺、ほんと金儲けだと思うのよね。結局。なんかさ、同時にだったら別にツイッターとかでハッシュタグつけて公開でいいと思うもん、趣味活動だったらって思っちゃうんだけど、俺だけ？そうでもない？まあ見られないって可能性あるけどね。だから即売会でお何この本って言って見られるっていうのはあると思うけど、少なからず気になるっていうので見られる、見えられやすいのはあると思うけど、でもほぼ金儲けじゃないかな。そんなことないのかな。まあその俺は心が絵描き同士の集まりの場みたいなところある。そうそうそう、多分そういうことだよね。俺はそのコミュ障でぼっちだから、お祭りのノリで買う層がいなくなる。現実での触れ合いも大切にしたい人じゃない。多分そうだよね。多分そう、俺がコミュ障ぼっちだからそう思ってるだけなんだよ俺もそういうのがあればなねえからな、そういうの俺。さすがにただで本一冊描く気は起きんのやろ。ああそうなのかな。だってさ、なんかその時点でおかしいと思う。でもそのあの人との関わりはわかるけど、それはおかしい。それはただで一冊書かないといけないと思うわ。だってあれ印刷費っていう手でもらってるだけだし、お金。まあ、一時創作は全然いいと思う。いくらでもお金もらって。ただ二次創作はね、やっぱね、著作権侵害してる身だからね、あくまで。それでお金もらうってのも、ちょっとね、なんとも言えん。まあでもやっぱそこだよな、その、だから当たり飯は、僕の友人である当たり飯くん、イサオくん、イジリイサオダケくんは、あいつはね、あいつこそ同人作家っぽいなって思いながら俺横で見てたもん、ずっと。あいつすごいツイッターでなんか、いかも全然絵こかなくなったな。ツイッターですごいなんかいろんな人とコミュニケーション取って、歌姫庭園で俺の横で女の子3人ぐらいに囲まれながら、え、伊沢さんですか、こんにちは。伊沢はバンバン絵描きともう普通に話してる。ああいうことなんだろうな、多分即売会が楽しいって思えるのって。俺横でそれを見ながら、俺読み手としては金払ってもいいから創作活動をやめないでほしい。ああなるほどね。俺は唇の裏を噛んでた、ずっと血でにじませてた唇を。うん、同人誌が販売じゃなくてハンプっていう体でやってるのはもともいか略、もともとサークルメンバーでの成果交換って意味でやり取りするから。へえ、あーそうなんだ。いつもイカはタコの上を行く。俺はもうずっと唇の裏を噛みながら耐えてた。俺に来てくれた。でも俺一人だけね、あのチョコちゃんのコスプレの人がね買いに来てくれたから、俺その人がいてくれてから俺ギリギリ生きてる。チョコちゃんのコスプレをしてた可愛らしい女性の方が、女？多分女性だと思う。買ってくれたから俺はその人の、いつかその人とまたその人に俺の本を買ってもらうために誰だったか全然わかんないけど、生命線が細すぎるその人のおかげで俺今生きてるわ。その人本転売してた人がいるマジか、それはそれでクソ面白いけどね。俺もでも全然顔も覚えてないけどな。なんかチョコちゃんのコスプレしてた人が買ってくれたっていうのだけは覚えてるわ。それ以外は全くと言ってほど覚えてない。川口の本転売需要あるの？いやわかんない、なんか売られてた。
メラブに売ったのか。まだ売ってたよ。この間、いつだったかな？なんかね、1ヶ月ぐらい前に見たときは売ってたよ。駿河屋のリアム本まだ残ってる。あ、残ってる。だから、売れねえまあんだ誰かろ。の作った作品のスピンオフ勝手に描いて儲けてる。イカ略。やり取りするお金の意味が違う。まあね。あくまでそういうことだけど、その、あれでしょ？その、建前でしょ？だって俺もいっぱいお金もらったし。言うて。言うて俺もお金。まあ俺はトントン、いや、ちょっと赤字ぐらいかな。だったけど。ちょっと赤字ぐらいだけど。いっぱいお金もらったし。もらったって言わねえのか、それは。印刷代で。だ、俺の今、在庫が死ぬほどあるからさ。もうどうしたらいいかわかん、邪魔なんだけど、これ。と、俺の同人誌の在庫。死ぬほど余ってんだけど、全部買わないみんな。さばいて。さばけねえよ。俺もつい、絵描いてねえし。そうそう、オリジナルなら、ともかく、他人の回しで相撲してるわけ。いイカや、略。そうそうそう。建前でな。でも、だからそういうの、で、俺そういうのいいなって思うけど、やりたくねえなとも思うの、その、あの、人と関わんの。めちゃめちゃ魅力的じゃん。そう、いろんな仲間のさ、知り合いのさ、あ、知り合いっていうか、ネットで知り合ったさ、絵師さんとかとさ、その、そういう現場でお話しして、あ、またなんか、飯食い行きましょうね、みたいなさ、なったらさ、それめちゃめちゃ楽しいじゃん、多分。ただ俺、すげえ嫌なの。楽しそうだけど、俺嫌だから。まあ実況者の関わりも増やして。俺多分あれなんだろうな。多分無理なんだと思う、本当に。人と関わんのが。俺本当できる限り人と関わりたくないから。それはもう本人の適だ性だ俺多な。分ね、向いてないんだよ。ああいうのに。ああいうのに向いてない。同人、だから俺別に。即売会帰りに高い肉食いたくないいや、もん。食いてえわ、名前ついてる肉。大体さ、そのさ、なんか有名さ、有名同人作家とかさ、名前ついてる肉食うじゃん。名札ついてる肉。あれ食いてえよな。俺もエロ漫画描こうかなと思って。誰がいい？みんな。シャニマスのエロ本書くべ。シャニマスのエロ本で一儲けしようぜ。最悪だよ。ファンとして最悪。あれな？一人称違ったり、二人称手伝違っいたさりんすによれる。ば、ねぎらいって意味で、スムーズに焼肉いけるなぞ。るほどね。エロは力いりそう。まあね、めっちゃ大変だタコとも肉食ってたけど、相手いさおで複雑な気持ちになったわ。思う。しかも安い肉な。安い肉。もうペラペラのなんか。一人称も二人称も違うアイマスの本書くわ、俺。それどう？みんな。イメージで書くやつ。イカワエルを描いてたんだっけ？書いてたはず。どうって言われても。なんか、たまにそういうのあるって聞くよね。なんかその、同人頃が、その流行ってるからっていう理由で、そのキャラクターのエロ本書いて、一人称が全全員然、腹パンスで。全然違うみたいな。どうって言われてお一人称違う時点でボロックソに言われるといや、しか。結構あるイカら略。しいよ、そういうの。そういうのあるらしいよ。ちょいキャラ崩壊気味なのは結構見る。リンゼがプロデューサー殿とか言ってたりする。 プロデューサーさんって言ってたり。 お前適当なこと書くなよ、みたいわらな。わら。やから同人頃って好かれてないわけあー、やし。らしいね。あるある。ほら、しんがりは草。ライザのアトリエはやってた時に錬金術師か錬金術師の違いでごろ。イカへえ、略。そうなんだ。だから、そういうの、俺もやろうかなと思って。なんかイメージで。勝手なイメージで。アマナに、プロデューサーちゃーんって言わせようぜ。あれと、面白4コマの時点で手遅れ。大月ゆいちゃんと、ごっちゃん。でも俺ちゃんと原作はめちゃめちゃ遵守してるよ。最近、台湾の同人誌読む機会が増えたけど、一人称結構間違ってていこう。イカ略。台湾の同人誌なんていうのがあるんだ。でも、まあ、二人称とかってさ、多分日本語、
一人称とか二人称って日本語が多すぎてさ、日本語の一人称二人称が。だってさ、アメリカだったら I とさ、I と U で大体、あなたと私はさ、I と U でなんとかなるでしょ多分。日本語ってエグいが、それがしとか、よとかさ、み、み、みはまあ英語だけど。そういうな。そういうのあるから。海外の同人絵描きは、口調とかの違い、ほぼわからんしちゃう。いや、そうだよね。海外勢は、絵うまいけど、文章がどこかおかしいから見えない。僕と俺の時点でも。いや、そうなんだよね。普通に簡単な僕とか俺とかだけでも、二つある時点でな。僕、俺、私で。しかも、私がさ、男の一人称でもあるし、女性の一人称でもあるから、そこ難しいよな。で、なんか最近あれでしょ？カンコレの、なんか、同人作家が、バカほど炎上したんでしょ？なんか、公式にまで言及されたみたいな。なんか、ただただ、公式のコラ、公式の画像を使った、クリアファイル作って、それがバカ売れしてて、それがめちゃめちゃ炎上したみたいな。一人称だけで、私、僕、俺、あたし、私、よくあるよな、そういうのは。でも、同人、馬をより燃えたの。馬をなんか全然燃えてないよ。あれは、対処も悪すぎる。対処も悪かったんだ。牛乳馬尾さんっていう僕が好きな絵師さんがいたんですけど、取れすぎ役で、それなりに燃えてたんです。そしたら最近また馬尾さん、絵描き始めたんですけど、あの人がもう絵あげるのに、毎回絵のなんていうの、タイムラプスみたいなのしっかり添えるようになったのがちょっと面白いなと思って。これ俺はもう、トレスじゃないんだぞっていう、確固たる意志をね、毎回、俺の絵はトレスじゃないんだぞっていう、意志がすごいね、複雑。見え隠れしてて、ちょっと。面白いなって思いました最近絵あげてんなと思って、そのリプランにタイムラプスがクオリティ時できてるの、めっちゃうまい、めっちゃうまい、全然うまい。やっぱまあ、やっぱ楽するためにやっちゃったってことは言ってたからね、自分で。あくまで楽をするためにやってしまったことですみたいなのは言ってたから、まあ元からうまいでしょ。作風変わったりした？全然変わってない。もうだからうまいんだよ、やっぱり。あんだけ書けんだからうまくないはずないわね、トレスだとしても。何かに追われてたんかな。まあトレスめっちゃしてたらうまくなるんじゃね。まあその可能性もあるけどね。でも元からうまいから、やっぱり多分普通になんか忙しかったんじゃない、それなりに。やっぱ大変だしな、同人誌書くのって。しかもあの人フルカラーだからさ、めちゃめちゃ時間かかるだろうし、そういうこと考えるとやっぱね、できる限り時短したいっていう風になっちゃったのかもな。まあもうだから買えねえんだよ、馬尾の本、馬尾のエロ本、もう転売屋からしか買えない。ストレスするにしても理解しながら描かないと上達しないやろうしな、イカ略。これは上達しなかったしろよ。トレスってだから、まあ何がいけないかって、それでだからお金儲けしてたって、お金儲けってか、それ売っちゃってたの、トレスしても別にいいと思うけど、何も言えずにそれ売っちゃってたってのが良くないってだけだからね。だってトレスって別にさ、悪いことじゃないじゃん。だってその、絵をなぞっただけだからね。そうか、売っちゃってたから。なぞって書いただけ、もう一回書き直してはいるからね、自分で。何にも悪いことはないけど、まあ、悪いのかな、悪いか、悪いかもしれん。やっぱちまちまなんか同人作家ってやっぱそういうので燃えるよね。やっぱお金が絡んじゃってるからねって考えると、やっぱそのなんか普通に 無料で漫画上げ続ける方が、ツイッターに漫画上げ続けた方がなんか一回バズっちゃえばもうこっちのもみたいな気するけどね。俺がウロボロス高橋で超面白い4コマを無料公開してもいいねは少なかったけどなんで金銭のやり取りとかなくても炎上するほどの暗黙の了解なんだから、
イカ略。バズったら金稼ぎしたくなるだろ。川口さんもフォークトレスしてませんでしたか。俺フォークトレスしてたっけ。俺フォークトレスしてた。23いいねなんだけど、俺の超面白い4コマ。なんだよフォークトレスって。俺フォークトレスしてた。今みんな俺のこれ見れるから。保管庫に自分で証拠をあげてる。これ見れるんだよみんな、超面白い4コマ無料で。これ期間限定でって書いてあるけど、俺いつ消すんだろうなこれ。え、何このつま先って、何これ住所。へえあ、なんかあれを使ってツイートしたってことか。コミケとかはウロボロスデカ橋の方で描いてたんか。そういうやつだったんじゃないっけ。あ、なんかそれをその機能でツイートしたってことか。ツイートアクティビティ見よう。4,800 840人が見てくれてる俺のツイート。その中からいいねしたの23人しかいないの。ちゃんといいねしろよ、こんな面白いんだからなあ。ひでえな。20いいねはリスナーだぞ。見ないでおこう。見た顔、このいいね欄が見た顔ばっかだったら嫌だから見ないでおくわ。ぜひ。初見にはレベルが高すぎる。23分の20リスナー層。嫌だから見ないでおくわ。いいね。グラン人数より少ねえじゃねえ。おかしいな。おかしい。あ、俺ひななの絵描きたかったんだよね。ひななの絵が描きたかった俺。でもそんな温かいリスナーに恵まれたんだぞ。なるほどね。そ、絵描きたいんだよね最近。絵描こうかな。なんかもうやりたいこと多すぎてダメだね俺。エペックス終わってるわ。やりたいことが多すぎて終わってる。何もできない。ホラゲーはいつ。逆にホラゲー今週末やろっかな。でも今週末ってあれだっけ。なんでダクソ始めちゃったんだろうな。いや本当にな。え、でもダクソなんかやりたいときにやりゃいいかなっていう感じはあるけど、もう俺あいつ倒して満足しちゃってる。もう夏終わっちまうぞ。ね、そっか夏終わっちゃうな。週2だったダクソ週1になってんだな。今週末やろうぜじゃあ。29、30、あれ30まで31まであれ。そのうち月1になる。今週末にホラーゲームやろうぜ。8月終わ、夏終わっちゃうから8月最後のホラーゲーム配信するわ。今週末の土日の土曜の夜ぐらいからやるわ。そうじゃないと当然夜よな。夜夜夜夜夜中よ。夜中ゴリッゴリの夜中。できればやりたい。何もなければ。何かある可能性はあるけど。多分何もねえだろ。まあそんな感じで。じゃあ今日は。土日だったらバッチシ見れるわ。あ、ありがとう。そんな感じで今日はおしまいかな。Apex やるけど。YouTube で。いや、やるか？いや、やるか。やりてえもんな。Apex な。Apex やりてえからやるか。朝の。朝 Apex。ここから何人か寝るぞ。いや、いいよ、いいよ。だって Apex なんか面白くねえもん。見てて。正直 Apex 見てて面白くないと思う、俺は。面白いこと、気の利いたこと言ってる気もしないし。自分で。まあでもそれなりに面白いとは思うよ。できる限りね。
なんかその道中はちまちま面白トークをできればいいなと思いながらやってるけど、その意識はあるけど、エーペックス始めちゃうと、いやどうしようかな、あこれはうん、あそっちね、面白くない分、はい、気楽に見れるよ、はい、はいはいみたいな雑談エペして、まあ、雑談エペのつもりではいるんだけどね、やっぱ戦いが始まっちゃうとどうしてももうそっちに集中しちゃうからさ、ああああああみたいな、結局集中しちゃうんだよなあれってな、そのただただ最初の漁ってる時とかは雑談できるけど、始まっちゃうともうカキーンってもう入っちゃうから世界に、まあ、やるんですけど、うんこしたら始めます。じゃあエーペックスよかったら、暇な人いたら遊びに来てくださいということで、寝る方はおやすみなさい、また明日もね、うんペックス適当にやりますということで、この後うんこしたら YouTube でエーペックスするので、よかったら遊びに来てください、チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。お疲れ様でした、ご視聴ありがとうございました、また会いましょう。おつおつ。